お待たせしました、待ってました。鉄です。今日もよろしくお願いしまーす。ということで、今ね、リールズリーグの3次面接のちょっと休憩時間というか待ち時間なんですけど、結構時間が空くんで、まあこれいいタイミングだなということで、以前ね、インスタで募集した、まあ部活とかサッカーとか進路についての、まあお悩み相談というか質問に対して答えを、出していこうかなと思います。ちょっと大前提、僕が言ってることがもちろん正しいってわけではありませんし、いろんな意見がある中での、まあ、鉄の一つの意見ということなんで、あくまでもね、参考にしていただく程度で聞いてもらえればと思います。ちょっと募集したところ、意外とたくさんの質問が、届いたので、どんどん答えていきたいと思います。まずは、ちょっと僕これ学生さんとかから結構来るのかなと思ったんですけど、まさかびっくり。現役の J リーガーさんからね、もちろん匿名なんですけど、質問をいただきました。試合に出れません。どうすれば出れますか？ J リーガーが僕に聞いてくるような質問なのかっていう風にね、ちょっと思うんですが、まあでも僕ももちろん試合になかなか出れなかった身なので、いろいろ考えたことはあります。試合に出られない状況から試合に出るためには、大きく分けて2つ方法があるのかなっていうふうに思ってます。まず1つが、まあ監督や指導者、先生が求める選手に今すぐになることですね。よく部活とかをやってるとこんな言葉を聞くんですよ。ああ、あいつは監督のお気に入りだからな、とか。誰々コーチは誰々のこと好きだから試合によく使うんだよな、って。それは絶対言っちゃダメだし、ダサいと思うんですよ。自分がいるチームの監督、コーチが評価してその選手を好きだって思うイコール、そのチームの中でその選手はいい選手なんですよ。だからお気に入りって言われるイコール実力がある選手なんですね。だからまあ出られない選手がよく言うんですよ。俺はあのコーチに嫌われてるから試合に使ってもらえない、じゃなくてそいつに実力がないだけなんですね。だから、まあ、この選手は J リーガーなんで、まあ、そのチームの監督がいると思うんですけど、その監督が求める戦術、選手、どういうものなのかを改めて整理して、その監督の理想に近づけるための努力をするっていうのがまず一つ目の方法だと思います。で、二つ目の方法なんですけど、自分をぶらさずに時代が変わるのを待つっていう方法ですね。これは、まあ、どういうことかと言いますと、J リーガーだと、監督が変わる可能性って高いと思うんですよ。もしかすると、もともと出れていたのに監督が変わって出られなくなってしまったとか、逆に監督が変わったことによって試合に出れるようになる選手っていうのもいると思うんですよ。なので、今自分がしてるプレーとか、そのポリシーを曲げたくないのであれば、自分が思ういいプレー、自分がしたいプレー、いいと思うプレーを続けて、監督が変わるのを待つ。で、その監督が変わった時に自分がいいと思っているプレーをその監督が認めてくれるかもしれないので、自分のやることは変えずに時代が変わるのを待つっていうのが二つ目の方法かなと思います。で、これなんでそう思うかって言ったら、全く関係ないところからなんですけど、まあお笑い芸人の小島よしおさんっているじゃないですか。そんなの関係ねえのね。まあ代表作はそんなの関係ねえ、大丈夫大丈夫、前前前っていうのもありましたね。はい、ズイズイズインっていうね、小島よしおいると思うんですけど、彼って僕が小学校低学年くらいの時にそんなの関係ねえで一世を風靡したんですよ。で、今彼何やってるかと言ったら、あんまテレビでは見ないんじゃないかなと思うんですけど、まだそんなの関係ねえやってるんですよ。すごくないですか？で、普通あれだけね、一発屋としてボーンと売れてそのままスッと消えてっちゃう人っているじゃないですか。でも小島よしおはそんなの関係ねえをやり続けたらしいんですよ。で、なぜやり続けたかって言ったら、そんなの関係ねえは子供向けの一発ギャグだから、僕らが子供だった時に流行ってたそんなの関係ねえが、時代が過ぎて僕らが産んだ子供、その子供たちが今そんなの関係ねえを幼稚園でやってるらしいんですよ。だから時代が過ぎ去って次の時代が来るのを待ち続けて小島よしおはそんなの関係ねえをやったんですよ。だから息を長くお笑い芸人としてやってられるみたいなんですよね。だからこの質問をしてくれたね、J リーガーさんもそんなの関係ねえをやり続けて監督が変わって出られるようになるっていうパターンもありますし、もしくは今すぐに結果を出したいのであれば、やっぱりその監督が求めるプレーをするっていうのがいいのかなと思います。うん、J リーガーに偉そうなアドバイスすみませんでした。はい、続いてサッカーの質問ですね。足を速くしたいのですが、どうすればいいですか？結論、足はあんま速くはなりません。
足の速さっていうのはぶっちゃけ才能は大きいと思うんですよ。なので今この足が遅いんですがどうしたら速くなりますかっていう質問してくれてる人が、まあどれくらい上中下で下の下なのか中の下なのかは分かりませんけど、上の上のやつっているじゃないですか。圧倒的に足が速いやつとか、足が速いことを売りにプレイしている選手、そういうやつらより、まあ僕も足めちゃくちゃ遅かったんですけど、あの中の中とか中の下レベルの選手がどんなに努力しても追いつかないんですね、足の速さっていうのは。まあ多少努力をして中の下から中の中、中の上くらいに持っていくことはできると思うんですね。なのでそういったトレーニングに関しては、まあ足が速くなる方法とかっていう風に調べればたくさん出てくると思うので、そういう動画を見てもらえればいいと思うんですけど、まあ僕が言えるのは足が速くなくても全然プレーはできるっていうことですね。まあどういうことかというと、自分が足が遅いっていうウィークポイントをウィークポイントに見せないために、速く走れないのであれば多く走ればいいし、速く走れないのであれば人より先にスタートすればいいし、速く走れないのであれば自分が走らなくてもいいように誰かに走ってもらうとか、いくらでも自分が足が遅いっていうことを弱点にしない方法はありますので、どうすれば自分の足が遅い速くないっていうところを隠しつつ他のプレーでどう補うかっていうのが大切なところになってくるかなって思いますので、まあ、自分のプレースタイルに合った努力の仕方、もちろんスピードを売りにしてる選手がね、どんどんもっと足速くなるようにスプリントのトレーニングするのとかはいいかと思いますけど、足が遅い選手が足が速い選手になるための努力っていうのはしても割と時間の無駄だったりするかなって思いますんで、この質問してくれた子はね、中学生なんでまだまだ身体能力とか伸びると思うから、どこでギュンとね、スピードが上がったりするかは分かりませんが、まあ、自分のプレースタイルとか生まれ持った能力に合ったプレーをね、自分でしたりとか周りに頼ってやっていくのがいいのかなと僕は思います。はい、3つ目ですね、ギャグ戦を高めるには何をする必要がありますか。ギャグ戦ね、これは難しいですよね。ギャグ戦っていうのはこれも急に上がるものではないですからね、生まれ育った環境、一緒に過ごしてきた友達、見てきたテレビ、好きなお笑い芸人、YouTuber、まあいろいろありますけど、なので今すぐに急に面白くなろうっていうのは難しいんですね。それまでの人生の積み重ねがあるんで。しかし、ただそう、ギャグ戦を求められることってやっぱりこう部活やってるとあるんですね。特にまあ高校入学しましたとか、大学入学しましたってなったら、先輩たちにね、こうどっかね、ミーティングの後とかに面白いことやれみたいな時間はやっぱあるんですよ。まあそうなった時に何もしないっていう選択肢はまあないので、まあ何かしらね、やらなきゃいけない。ただそういう時に必要なのはギャグ戦じゃなくて、あの知識なんですよ。まあどういう知識かっていうと、自分で考えて一発ギャグとかそんな上級なことはしなくていいんで、まあ YouTube でね、お笑い芸人一発ギャグとか調べればいくらでもね、出てくるんで。あの藤原の原西さんとかね、あのギャグ一兆個持ってるらしいんで、まあそれを調べたりとか、流れ星の中衛とかね、どうなんだろう、今知ってるのかな、中学生高校生とかは。ただあの調べればたくさん出てきますので、まあそれをね調べて 5,6 個自分のものにしとけば、まあいくらでもね対応はできると思うんで、下調べが大事かなって思います。まあでもその一発ギャグを選ぶ時の選定方法なんですけど、まず長すぎんのはダメですね。あとは、見てる人を想像して、まあ、例えばね、部活50人、先輩が見てます。何かをやりますって言った時に、見てる側の人が、あ、ここで笑うんだって、ちゃんと分かりやすいネタを選ぶのがいいのかなって思います。あんまりシュールすぎると、クスクスクスとか。あと、部活の悪いところなんですけど、これは、周りが笑うかどうかみたいなのを見ながら、みんな笑ったりもするんですね。あ、みんな笑うってなったら、ポーンって笑って、ははー、面白いってなるんですけど、あ、こいつ滑りそうってなった途端に、みんなでシーンってしらきさせて、はい、やり直し、みたいな、部活のね、悪しき風習、汚いやり方がありますんで、ちゃんとわかりやすくここでポーンって笑うんだよっていうのを持ってくのが、まあそういった、ね、いずれやってくるピンチを回避する作戦なのかなと思います。Oh!
はい、ということでですね、ちょっと質問3つ答えさせていただいたんですが、思ったよりやっぱ僕喋りすぎちゃって、結構長くなっちゃいそうなので、まあ他にも質問いただいてるんで、また別の動画でね、この質問に対しては答えようかなって思ってます。この他にもね、部活、進路、サッカー、まあその他恋愛の相談とかももう来てたりもするんで、もしね何か聞きたいことがあればコメント欄であったりとか、あとは僕のインスタグラムですねの方で DM していただければ、質問答えさせていただきたいと思いますので、ぜひ皆さんからのメッセージお待ちしております。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。